どうも皆さんこんにちは。今日は2023年6月の18日の日曜日、大安の日でございますね。天気は曇りでございます。この辺りですね、全然いなくて2倍速でやりました。そして飛騨7号ですね、富山行き D204 と E3 編成でございます。ちょっと朝が早いのものですからね、ちょっと飛騨7号があそこにいたりします。さあ C102 編成、帰りはねこの編成に乗車しますので、窓ガラスがになりますね。こちらありがとう、木8号系南紀号、それからこちらは85、208から204まではね、でございます。こちら飛騨5号の編成ですね。 D105 編成は昨日同様ですね。 D1 編成が昨日ね、飛騨7号だったのでこちらに、サイクル通りでございますね。向こう側から、2つ目、大阪飛騨編成がいたりします。さあこちら飛騨1号ですね。先ほどのあれですね、車両区で4編成が並んでいるねものを見ると勢力図が分かりますね。 HC85 が2編成、それから KIA85 が1編成ということでね、現在の名古屋車両区の85系の勢力図がちょっと伺えね、勢力が伺えるようなそんな感じの写真となっております。さあこちら飛騨1号ですね。飛騨1号の高山行きということで、停車駅がね、今回のダイヤ改正から増えているということでございます。はい、今日の飛騨1号については D8 編成ですね。それと D102 編成がこちらには使われております。はい、そんなところで、ね、次南紀号でございますね。はい、今日もねこちらはオール5両編成ということになりますね。南紀号についてはオール5両編成ということで、登場からこちら見ていきましょう。なかなかこの辺りですね、何でしょうかね、電化区間で、ね、この電柱、支柱っていうんですかね、これがね、結構乱立してって、なかなか飛躍が取れない、そんな感じですけれども、あなたが飛躍を狙ってできる場所を指定しました。さあ、南紀号の入線でございます。その登場しました南紀1号の編成ですね、見ていきましょう。8号の11ということは2号車が304番ということですね。この点変わっておりません。この車両に乗車をさせていただきました。そしてこちらも1103ということが、ね、変わっておりますね。さあ増結についてはあそこに置いてあった1106、それと205番ですね、こちらが使っております。さあ今日はね、曇り、一日曇りであって、ちょっとね、空の青さのようなものを使ってもらえそうな感じですね。C1 編成、トップナンバーで見たり、最後さん、最長老とかね、いろんな呼び方はありますね。一番最初にロールアウトしたね、211の5000番台で来るのかなと思ったら、今日はね、315系でした。ちょっと残念な感じでしたね。さあ、南紀号の出発ですね。
さあ、トリプルヘッダーがねよくわかるような構図でちょっと撮っていましたね。非常にあのよくわかる感じで良かったかなと思っております。まあ、本当にこのですね、6月の週末についてはもうトリプルヘッダー5両編成というのがね大盤振る舞いでね、ほとんどの編成にね運用されているということで本当にありがたい感じでございます。さあですね、この高架下をくぐって、まあ、トンネルみたいなところに、ね、侵入してこの角度で入っていくこの姿も結構好きなものですが撮っておきました。さあ名古屋車両区ですね、帰りの名古屋車両区、この名古屋車両区と南紀3号で終わりでございますね。また飛騨7号が移動してきておりますね。そして飛騨3号と山行きはこちらに降りています。でこちらは飛騨5号約川行きですね。まあ、大体この辺の配置は変わってないですね。ありがとう9号8号系それから車両編成ですね。さあ向こう側のドックのあたりを見ると85の14番がねまた立たせておりますが、また使われるんでしょうかね。また組み替えが行われる可能性もありますね。さあこちらには、大阪北編成の D201 編成が、ね、移動してきておりますね。連結を待つ体制になっております。この後南紀3号で終了でございますね。さあ本日はオール5両編成ということで、1号もこの3号もですね5両編成というような形になっております。当然この後の 5号も、ね、5両編成となっておりますね。さあこの雄姿が見られるのも今月いっぱいまでということでね、もうどうでしょうか、1週間ですかね、切っておりますね、2週間切っております。ということで動画はこれで終了です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお願いします。